江戸時代、長崎街道の宿場町として栄えた小屋の瀬。ここに江戸時代の明かり道具を集めた民芸館があります。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダのミドルセダン、インサイト。築100年ほどの古民家で営む江戸明かりの民芸館、佐藤真一館長が30年近くかけて収集した江戸時代の明かりの道具を展示しています。当時、明かりに必要な油は庶民にとって大変貴重なものでした。ここから油が滴って、この溝を通って最後にここの穴、戻り穴、そこから中にもう一回戻っていくというやつ、倹約するためにこうなる。江戸時代の人々は創意工夫を凝らし、上手に明かりを携帯するための道具を次々に発明します。江戸の暮らしを照らし出した明かりには先人たちの知恵が詰まっていました。江戸明かりの民芸館へのクルーズはホンダインサイト、2モーターハイブリッドシステムを搭載し、上質な走りと燃費性能を高いレベルで両立させました。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。